はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でもアート×地元というちょっと珍しい掛け合わせのお仕事をされている滝さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか？と NPO 職員とボランティアをやっている滝麻子です。よろしくお願いします。はい、実際、はい、今その3つを並走して働かれてるようなイメージ。そうですね。あ、そうなんですね。なんでそうなったかっていう背景をちょっと聞きたいと思ってるんでよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速なんですけど、滝さんって今お話聞いていると芸術系で働かれてきた人なんだなっていうのはイメージしたんですけど、海外っていう観点も入ってくるんですか、そこには？はい。あ、そうなんですね。そこをきっかけちょっと聞いてみたいなと思っていて。はい、そもそも国際協力とか海外とかってどうやって興味持ったんですか？興味っていう点で言うと、ちっちゃい頃から母親がユニセフの募金してたりとか、あとまあ本を読んで映画を見てとかで興味は持っていて、自分がやるのはアートとか漫画描いたりとか好きだったので興味はあるけど、やるのはアートを勉強したいなっていう感じでした。あ、そうなんですね。ちなみに漫画を描くとか絵を描くとか、それが面白いなと思ったのはいつから思ったんですか？それはもうずっと記憶がない頃から。え、嘘でしょ？はい、いやまあ皆さんちっちゃい頃スポーツが好きとかあるんですけど、セミ取りとかも好きでしたけど家にいるとずっと絵描いてるとか、はい、アニメ見てるとか、そういう感じ。すごいですね。じゃあそこで芸術とかそういったものに興味を持ち始めたと。はいはい、とはいえ海外が掛け合わさる時っていつだったんですか？もともと親戚の中にアメリカに住んでいる人がいて、たまにお会いしたりとかもしてたんですけど、そういう漫画とかアニメイラストを描いてた時期があり、高校に入る時に母親に美大とか目指してみたらとは言われてないですけど、予備校とかで絵を習ってみたらと言われ、自然に美大に行く気になっていて、高3の時に美大の受験を始めるとですね、大学受験なのでこのお題があってこれに沿って答えを出しなさいみたいな感じなんですよ。それまでは好き勝手描いてたのに、こんなお題の勉強をしていていいんだろうかみたいな。まあうまくできなかったのもあるんですけど、はい、その時にイギリスの美大から特別講座みたいな感じで予備校に来てやってくれて、それを受けて結構自分でアイデアをいろんな形で表現するみたいな体験をしたので、イギリスの美大に行ってる先輩の話も聞いて、そっちの方が学ぶならきっと自分のためになるんじゃないかなと思って留学をした。はい、もう嘘でしょもう流れが飛びすぎて。そうですねちなみに予備校は何を学ぶかというと、絵の描き方とかデッサンと、であと美大あぐら絵と日本画と彫刻と分かれてるので、彫刻と懐かしい彫刻に来た人は粘土で何か作ったりコンコンしたりとかしてますよ。じゃあそれの予備校を通じて海外の情報を知ってロンドンの美術大学に行こうと。そうです。ちなみになんですけど、美術大学ってアメリカとか他の国にもあんのかなってイメージあったんですけど、ね、ロンドンを選んだのは何かあったんですか？はい、油絵の勉強をしてたんですけど、油絵だとこんな詳しいこと言ってもしょうがないかもしれないですけど、ドイツとかが結構熱いんですけど、なるほど。ドイツ戦後教育を無償化をすごい大事にしてるから、うん、安いし、うん、でもドイツ語ちょっとできないだろうなって思って英語がいいなと。でもアメリカとイギリスだったらちょっとその時イラク戦争あったので、イギリスも参加してましたけど、はい、アメリカあんまり行きたくないなって思って、うん、じゃあイギリスに行ったんです。そうですね。そうなんだ。油絵はドイツが有名なんですね。そうですね。知らなかった、うん、結構有名な今現役の人が活躍しているイメージです。あ、そうなんですね。じゃあそれでロンドンの美術大学に行きます、はい、美術大学に行く時って試験とかってあるんですか？イギリスだとポートフォリオって言ってデザイナーとかも持ってると思いますけど、それをもう18の頃とかに、はい、あんたのポートフォリオ見せてって言って書いたものとかを入れて、これはこういう気持ちで書きましたとかこういう主張をしたいから書きましたとか言って、それを面接で伝えるみたいな。すごっ。ちなみに何書いたんですか、その時は？日本の美大の試験って考えられているものなので、自分をテーマにレモンを使って書きなさいとか。レモンを使って書きなさい。レモンを使うのが意味が分かんないんですけどでもも一応そういう高等な感じのお題で絵を描いていたので、そういうのとか。面白いですね、やっぱその試験。でそれで無事受かってそのままロンドンに行くと。英語はできたんですか、そもそも。英語はあんまりできなかったですけど、奈良美智さんが英語ができなくてもアートがあれば通じられるみたいなことを言ってて、それを信じたんですが、一応まあ勉強はしてました。あ、そうなんですね。でも結局やっぱ英語はできた方が良かったでしょうね。まあ確かにアートでも通じ合える部分はあるだろうけれども、全てじゃないんでね、多分ね。そうですね。しかも大学っていう場所だとね、チュートリアルとかあるんで、そうですよね。チューターに怒られたりしました。あ、なるほどね。あなたは英語をもっとやりなさい。あ、そうなんですね。行った時って4年間過ごされてたんですか、そこって。そうですね。大学では。大学は4年間、うん。なるほど。大学では何学んでたんですか。普通の大学はペインティング、スカルプチャーとかあるんですけど、私が行った大学はなくて、何でもいいよみたいな。何でもいいよ。部屋も年齢バラバラの部屋で、いろんなメディアバラバラの人がいて、パフォーマンスしてる人が隣にいたり、絵描いてる人が隣にいて、横で映像を作ってるみたいな。あ、そういうことか。そうか、芸術っていう観点で言ったら絵を描く人がいて、あと映像編集みたいな人たちもいましたね。すげえな。そこの大学は日本人結構いたんですか。私がいた時は6、7人ぐらいいました。そんないるんですね。でもそれ大学の中でってことですか、それとも同じ学級で。学級でいました。おお、そうなんだ。私の年までいっぱいいたんですけど、その後はだんだん景気が悪くなって。あ、そうなんですね。そうですね。その4年間芸術大学にいるじゃないですか、いてよかったっていう部分と、あとこれはちょっとあれだなみたいな部分って感じたりしたんですか。私はいてよかったですけど、もうちょっとこうカリキュラムがしっかりしててほしいとかいう人は違う大学に行ったりしてました。あ、そうなんですね。ちなみにじゃあもうカリキュラムは適当って言ったらあれですけど、自分で全部考えろみたいな。あ、そうなんだ。自分で計画を作って、学期末にセルフエバリュエーションフォームっていうのがあって、自分がどれぐらいできたかを自分で評価して、それを提出するっていう。それで他者からの評価があって、まあ一応ちゃんとチュートリアルもあるんですけど、そうですね、大体自分で考えてました。じゃあ基本的には先生はあんまいないみたいなイメージなんですか。先生は全然いないです。予約したら会えるみたいな感じで週1で一応学年が3、4グループに分かれていて、そのグループの中で週1回3人ぐらいが今何を作ってるかみたいなのを発表するっていうのが週1であって。なるほどなるほどなるほど。じゃあそこの進捗は追いますと。ただ基本的にはそれまではちゃんと自分でやるみたいな。そうですね。すごい自立性に長けてますね、そこはね。よくやってたなみたいな感じもしますけどまあ遊んじゃう人は遊んじゃうかもしれないですね。まあ遊んではいましたね。ちなみにロンドン行くじゃないですか、その時って初ロンドンですか。一回行く前に視察しました。あ、なるほどなるほど。その4年間ロンドンは自分が思い描いてたロンドンの生活でした。何も思い描いてなかったですけどとりあえず自分の表現をもっと深めるっていう目的で行ったので、その思い描いてたものに関してはかなりできました。なるほど。じゃあちょっとロンドンの生活も聞いてみたいんですけど、どういう生活だったんですか。そこって寮みたいな。最初は寮に入りました。寮で住んでいて、でもですね、景気良かったんですけど、ロンドンの景気が良すぎて、一番最初に行った時日本円で1ポンドが240円ぐらいだったんですよ。高っ。やばくないやばいですよ。やばいですね。なんかチーズとハムが挟まったサンドイッチが500円ぐらいだったんですよなので全然最初はすごい質素な生活をしていて、しかも寮もめちゃくちゃ高くて、すごいちっちゃくて全然ファシリティも良くないのに、何円ぐらいだったかな。それはでも一人暮らしみたいな。一人暮らし一室みたいなのがもらえて、一室で安めのとこに寮があるので、立地が安めのところ。私が最初に行ったところが結構ブラックな人が多くて、最初はだいぶイメージは違いましたね。そうなんですね。なるほど、ありがとうございます。この動画では海外に興味を持ったきっかけっていうところから、ロンドンの大学に行ってどういう生活してたのかっていうところをお聞きしたんですけど、まあ次の動画ではその芸術大学卒業して何をしてきたのかみたいなところをお伺いしようかなって思ってます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。